はい、神智子君。はい、日本共産党の神智子でございます。転作助成金、いわゆる水田活用直接支払い交付金についてお聞きをいたします。3月4日の予算委員会の時に私大臣に質問いたしまして、多年草の牧草地について聞きました。でこれは5年先じゃなくて、この4月から10アール当たり3万5000円から1万円に削減されると。で私が伺ったある地域ではですね、地域の話し合いによってこの地域は和牛の産地にしようということで取り組んできたわけです。でそのために水田活用交付金を使って、牧草を作ってきたんですね。で今回の見直しで削減されることになると、借りて作っている土地の地代が払えなくなる、あるいは改良土地改良区のですね、付加金が払えなくなる、あるいは牛の餌を作って耕畜連携の形を作ってきたのに、この形が崩れてしまったらどうしたらいいのかと、そういう困惑をしているということでお聞きしたときに、大臣はですね、今年4月から削減するけれども、産地交付金で手当てできると答えたんですね。でこれ、どういう仕組みになるのか説明いただきたいと思います。金子農林水産大臣。水田活用の直接支払い交付金につきまして、産地交付金につきましてはですね、国から都道府県に配分する資金枠の範囲内で、都道府県や地域ごとに、助成対象作物や助成単価等を設定できる仕組みでありまして、国が設定する、戦略作物助成に追加して支払うことも可能であります。地域の特色を生かした産地づくりを支援するものであります。助成対象作物につきましては、主食用米等を除き、制限は設けておらず、牧草に対する助成を設定することも可能となっています。神智子君。つまり、牧草は農畜連携を進める上では必要なので、これ、産地交付金で上乗せできるということですか、ちょっと確認します。枚方農産局長。おっしゃる通りです。神智子君。で産地交付金で上乗せできるという答弁なんですね。ただですね、これ、もともとの法律を白紙に戻すということではないので、残ったままということです。で産地交付金の総枠の中でやるということですよね。ですから、やりくりすると、これ、限りが出てくると。で、現に金額言いませんけども、北海道あたりも上乗せする金額決めてるけども、全然足りないと、これでは。という現状があるんですね。そういうやっぱり問題点あるんだということを言っておきたいと思います。それからもう一つですね、言いたいのは、北海道の元水田地帯、これ、畑作に変えてきている、転作率で 60% 近くなっている空地地域、ここでお聞きした農家っていうのは、今30代なんですけれども、父親から経営を引き継いで、経営規模が今70ヘクタールちょっとあるんですね。で、交付金で3万5000円部分を削られたら、年間で約2000万円減収になるっていう話なんですよ。で2000万円ってなると、種代とかですね、肥料とか機械とかですね、1年間分の経費に相当する分なんですね。それがなくなってしまうと。で、現地でみんなが言うのは、いや、そのブロックローテーションやれって言うけども、本当にどれだけ現場のこと分かってんのかねと。今まで畑作って、次水田ってね、そこで出てくる稲っていうのは、米っていうのは、繊維質が下がると。で、タンパクが増えてですね、味が悪くなるっていうんですね。そういうこと分かって言ってるのかねっていう声が出てます。で、これ削られたら5年先は家族で食べていくのが大変になると。今の農地の拡大はもとより、農機具の更新すらままならない状況になる。子どもがまだ小さくて、これからっていうふうに思ってたのに、非常に不安だっていうふうに言われました。で、地域ではですね、やっぱりせっかく若い担い手ができて、みんなが応援しながらですね、そういう担い手を作ってきたのに、そういう若い人たちの希望をくじくことになるんじゃないでしょうか。枚方農産局長。お答えいたします。まあ、水田活用の直接支払い交付金につきましては、これまでも生産者の経営判断による需要に応じた生産販売、これを進めるというふうに考えておりまして、その中でやってきたわけであります。まあ、毎年の作付け転換の実施状況を踏まえながら、毎年度見直しを行ってきたと。その中で、品目ごとの支援水準を再検討して、牧草については、収穫のみを行う年は、生産に要するコストが低いために、
まあ、国の定める戦略作物助成の単価は3万5千を1万円にするというふうに決めたところであります。そういうつもりで今、答弁してるんですけれども、これはなんか牧草ではなくて、あれでしょうか、水田の中で転換作物を作成してということでしょうか。いや、聞いてるわけなんですけれども、今おっしゃられた、はい、牧草についてのことだと思いますので。はい。質問に対してお答えしてください。速記を起こしてください。はい。速記を起こしてください。平方農産局長。はい。今回の水田活用の直接支払い金、交付金の見直しによるさまざまな影響についてはですね、水田の機能を有しているところについてはですね、今後5年間でブロックローテーション、これを進めていただくということで、それができない現地の課題、現場の課題をですね、丁寧に把握をしてですね、それに対して本当に水田活用でやらなきゃいけない話なのかどうか、いろんな課題があると思います。そういったことを整理してですね、それぞれどんなことが可能かどうか、どんなことをやればいいかどうかということについても検討していきたいというふうに考えております。上智子君。大臣にね、所信ということで伺っていますので、手を挙げて立たないようにしてください。それで、転作助成金の見直し削減というのは、昨年の12月の3日の財政制度審議会の建議がきっかけになっています。で、県議ではですね、水田における転作作物への作付け助成によって、継続的に主食用米の生産抑制を実施してきたが、近年の主食用米、国内取引価格の下落と相まって、転作助成金の膨張を招き、財政的持続性のリスクさえはらんでいるというふうにして、で今後、転作助成金の抑制を通じて、その財政上の持続性を高めていくってしてるわけですよね。でこの県議は、言ってみれば、転作助成金にお金をかけすぎてるから、見直しを求めるものだというふうに言ってるように思うんですけれども、これ、大臣の見解をお聞きします。金子農林水産大臣。今回の見直しにつきましては、農林水産省として、交付金の目的に即した適正な執行が必要であると判断して行うものであり、財務省からの求めや、財政制度審議会の建議を受けて行うものではありません。令和3年12月の財政制度審議会による建議においては、大規模な農業経営体が収益性が低く、補助金交付の多い転作作物を作付けする傾向を強めていることや、転作面積の拡大、転作助成金の膨張を招き、財政的持続性へのリスクさえはらんでいることなどの指摘があったものと承知しております。農林水産省といたしましては、主食用米の需要の減少が続く中、需要のある品目への転換を進める必要があると考えており、今後とも財政制度審議会による指摘も含め、納税者の理解が得られるよう、適時適切に必要な見直しを行いながら、需要のある作物の生産に取り組む生産者が、前向きに農業を続けていけるように支援していく考えであります。上智子君。やっぱりこれは農水省として判断したんだと。県議はそんなに関係ないと言いながらですね、やっぱりそれに促されていると思うんですよ。で、やっぱり財務省的発想ではなくてですね、農水省なんですから、土地利用型農業の在り方とか、水田農業の在り方をしっかり議論することが必要だと思うんです。で、ちょっと資料をお配りしたのを見てほしいんですけれども、その上の方の表です。経営統計調査の営農類型別経営統計から作りました。水田作の経営収入には水稲の収入や転作助成金や共済金も含まれています。で、1経営体あたりの水田作の経営の時間あたりですね、これ、時間あたりの農業所得ですけれども、1時間あたりの農業所得は2020年181円となっているんですね。で、その前の年までは500円台、592円とかですね、それであまりにもちょっと下がっているので、どうしてなんだって言ったら、統計の取り方を変えたっていうんですよね。
それで2020年、それにしても181円であまりにも少ないんじゃないかと思うんですけども、大臣、これ、いかがですか。金子農林水産大臣。営農類型別統計、経営統計調査については、令和元年に調査対象者の負担軽減等を目的として、確定申告資料を用いた調査法手法へ見直したことから、平成27年と2020年の結果については、その点に留意する必要があります。2020年の結果は 0.5 ヘクタール未満などの、赤字経営となっている個人経営体を含む全農業経営体の平均値であり、例えば、農業から所得を取得する、主業経営体で見ると、2020年では1時間あたり農業所得は981円となっております。米は作付け規模の拡大によって生産コストが低減する作物であり、引き続き農地の集積・集約化や、作付けの団地化、省力栽培技術の導入等によりまして、生産コストの低減による農業所得の向上を図ってまいります。上智子君。ちょっとね、今の説明聞いててもよくわからないなっていうのがあり、それで要するにこう統計の取り方がね、どんどん変わっていって継続的にね見れない問題があるんですよね。まあ、それでもね、これいろいろやっていくと500円程度なのかなと思うんですけれども、2013年に、農林水産業地域活力創造プランというのを決めましたよね。で、そこの中で、農業農村全体の所得を今後10年間で倍増させるっていうふうに、さっきもずっと出ましたけどあります。で、2013年の農業所得が592円 で2020年に181円っていうことは411円も減ってしまうと。で、政府はですね、所得倍増っていうふうに言うんだけれども、一体これ何で確認をするんでしょうか。平方農産局長。そうですね、所得倍増といった場合にですね、農業生産だけではなくてですね、六次産業化だとか、いろんな指標ございまして、それをその、KPI としておりましてですね、毎年毎年それについては確認をしているところであります。上智子君。所得倍増というふうに看板を掲げたわけでね、それやりながら検証する手立てがないというのはおかしいと思うんですよね。で、しかも今回の転作助成の見直し削減というのは、土地利用型農業だとか、水田農業の所得をどう引き上げるかっていうね、こういう議論が抜きになっていて、で、財務省的な発想で進められていると思うんですよ。で、私はやっぱり農地は農地として、本当にこれ、維持されていくし、農業生産の発展と食料自給率を向上させていくっていうところをね、しっかりこう据えていくってことが大事だっていうふうに思うんですね。今、特に世界的にも穀物の需要が非常に不安定になっている中で、本気になって麦や大豆の作付けも増やすべきだっていうふうに思うんですよ。それで資料をお配りした資料の下の方の表を見てほしいんですけれども、水田利用の推移です。で、大豆はですね、2009年は12万ヘクタールなんですけれども、これずっと変わってないんですよね。だから麦は17万ヘクタールなんですけども、2021年が18万ヘクタールということで、わずかしか変わってないんですけど、なぜこれ、大豆、麦の転作がですね、進まないんでしょうか。これは平方農産局長。お答えいたします。麦大豆につきましては、需要量の大半を輸入に頼っているという状態でございます。国産につきましては、実需者に求められる数量、品質の確保が委員ご指摘のとおりままならない状況にございます。需要に応じた生産の推進と安定供給の確立、これが必要でございます。一方で麦大豆の作付けの拡大に向けた課題としましては、一つは作付けの分散で作業効率がなかなか実は上がってないということ、それから豊穣変動がやっぱり米よりも相当大きくてですね、収入が不安定であると。で、営農技術の導入ですとか、機械への積極的な投資が
まあ、十分行われていない、こういったところが要因になっているというふうに考えております。このため、令和2年度の補正予算からですね、麦大豆収益性生産性向上プロジェクト、これを措置しております。まあ、一つは作付けの団地化、それから営農技術の導入を推進することで、まあ、省力化だとか、収量の安定を図るということとですね、もう一つは作付けの拡大に必要な施設ですとか、機械の導入、まあ、これをまあより強力に支援しようというふうにしております。まあ、こうした取り組みによりまして、実は令和4年産、今年産につきましてはですね、麦大豆の、まあ、特に水田においてなんですけれども、作付けの移行というのが例年よりもかなり増えているところでございまして、まあ、作付け面積の拡大というのが一つ期待できるのではないかなというふうに考えております。まあ、これに加えまして、まあ、水田活用の直接支払い交付金のほかですね、実需側との結びつき、まあ、これを求めております水田リノベーション事業等を通じて、国産の麦大豆の需要に応じた生産の推進と安定供給の確立、これを進めていきたいというふうに考えております。上田直君。まあ、今、いろんなこと言われたんですけど、いや、結構前からね、麦大豆はもっとその作ろうと、増やそうと言ってきたと思うんですよね。それ、ずっとそう言っていたのに、どうして大豆や麦の転作が進まないのかなっていうのは、本当疑問でありまして、それでこれね、麦大豆の本作化って強調されたの、過去にもありましたけども、これ、過去に助成金が最高単価になった年と、どれぐらいの単価だったのかっていうのを教えてほしいんですよね、一つはね。それからその際に麦大豆の作付け面積っていうのは増えたのかどうかっていうのを教えてください。平方農産局長。お答えいたします。平成12年度から15年度まで実施をしました、水田農業経営確立対策においてですね、麦大豆に対する支援が、一つはこれは作付けするだけなんですけれども、作付け面積に応じて10R あたり2万3000、これは共保証による支払いでございます。でプラスですね、4ヘクタール以上の団地化、あるいは担い手への集積をした場合、でプラス排水対策等の、まあ、技術対策を実施した場合には、10R あたり4万円さらに追加と。でさらにですね、2毛作等、まあ、1年2作等で麦の場合はできますので、まあ、そういった水田の高度利用を要件として、10R あたり1万円を追加と、まあ、これを合計いたしますと、10R あたり7万3000円という交付が可能となっており、これが近年最も高かったところでございます。で現在の水田活用の直接支払い交付金とは、まあ、単純に比較できませんが、まあ、一つは当時はですね、下駄対策というのがない時代でございまして、今、その下駄対策というのをやりますと、まあ、大体麦でありますと、大体10R あたり3万円ぐらいの目の子になります。また、営農技術の導入に支援するです、ね、先ほど申し上げました麦大豆の収益性生産性プロジェクト、まあ、これも当時なかったんですが、この麦大豆の生産性向上プロジェクトは、大体1万5千円ぐらいを上限にしております。そうなりますと、水田活用の3万5千円と、3万円と1万5千円を足すというふうになりますと、実は当時よりも、単価が高いぐらいの、まあ、今、支援水準になっているというところでございます。上智子君。全部足すと、その当時よりも増えてるっていうんだけど、本当ですかね、それね。しかも、下駄とか言うんだけどね、すべての人対象じゃないでしょ。対象者は限定されるっていうこともあるし、その一番出てた時7万3000円って言いましたけども、今のこの出ている3万5000円っていうところから見たら、倍ですよね。これどうしてやめちゃったんですかね。平方農産局長。はい。ですね、当時この7万3000円をやったときにですね、それまで の団地化の要件が3ヘクタールでありました。で団地化の要件を4ヘクタールに引き上げましてですね、まあ、かなりハードルが高いということを、それから営農技術を入れなきゃいけないっていうんでですね、かなり要件をかなり課しましてですね、それで全員が全員もらえたような、これ、実は7万3000円の水準じゃございませんでした。で、現在、その下駄対策は全員が入れないって言って、まあ、船山先生の資料の中にもあったんですけれども、実はお米の方はですね、種苗農家の方が少ないので、そのぐらいの加入率になるんですが、麦大豆の方はほとんどの方が種苗農家になりますので、まあ、目の子で申し訳ないませんけれども、麦の場合は大体9割ぐらいの方が下駄の対策の対象になっているというふうに考えております。上智子君。
非常にね、やっぱり複雑にしてきてると思うんですよ。でやっぱりもっと分かりやすくね、今ずっと話聞いてるわけですけれども、実際に進まない原因としてはね、やっぱりそういう今まで出てたものが減らされてきてるっていうことがあると思うんですよ。転作助成金の見直しや削減、今ね言う前にどうして麦そして大豆の本作化が、ね、ですね進まなかったのかってことをちゃんと検証してですね、明らかにするべきではないんでしょうか。大臣いかがですか。金子農林水産大臣。いろいろなご意見があるようでございまして、委員のご意見等もね、持ってもらうところもありますんで、よく検討させていただきたいと思っております。上智子君。ぜひですね、検討してほしいんです。それ先ですよ、やっぱり。で土地利用型の農業、水田農業の方向性を出して議論することが、これ農業にとっても地域にとっても必要なんだと。でその議論することなくですね、一方的に転作助成金の見直し削減っていうのはもう一旦撤回してほしいというふうに申し上げておきたいと思います。で次に北海道の太平洋岸沿いの赤潮被害についてお聞きしたいんですけども、その前にですね、日露関係についてちょっとお聞きしたいと思います。今回ロシアのウクライナへの侵略というのは本当に許せませんし、侵略を中止すべしと、で撤退すべしというふうに求めたいわけですけれども、先日農林水産委員会の理事懇談会でロシアとの漁業交渉は輸出にどのような影響が出るかということで現状の報告をお願いしたら、早速ですね、週末に農水省から来ていただいて報告をいただきました。迅速に対応いただいたことに感謝したいと思います。でそこでロシアからの農林水産物の輸入状況と日露漁業交渉の状況についてですね、端的に説明いただきたいと思います。渡辺輸出国際局長。ロシアからの我が国への農林水産物の輸入状況についてお尋ねがございました。2021年の貿易統計のデータを見ますと、我が国の農林水産物の総輸入額のうちロシアの割合は約 2%、 金額で約2000億円でありまして、主に製材、カニ、酒、マスなどを輸入をしております。また小麦についての輸入実績はありませんで、トウモロコシについては約8000トンの輸入で、我が国の総輸入量の約 0.05% ということになっております。上智子君。どちらかというと、やっぱり水産物がね、関係があるっていうふうに思うんですね。で今、非常に緊迫した状態にありますよね。それで、ロシアに対して欧米が世界の銀行決済取引も、スイフトなどから排除する制裁を課すと。いうふうに言われていて、日本も参加するというふうに聞いてるわけですけど、そうなるとロシアとの貿易っていうのがこれどうなるのかなと。さっきもちょっとね、3月4月漁業交渉っていう話があるんですけど、その辺についてはどうなるんでしょうか。渡辺輸出国際局長。我が国は G7 をはじめとする国際社会と連携をして、本日までにロシアの複数の銀行との取引制限ですとか、ロシア向けの輸出の規制強化などを実施したところであります。今回の制裁措置の貿易取引への影響について、現時点で予測することは難しいと思いますけれども、関係企業等からも情報収集しながら、引き続き農林水産省としても注視していくとともに、本日設けました相談窓口も活用して、情報提供に努めていきたいと考えております。上智子君。北海道の漁業、そして水産加工業は昨年の赤潮被害に続いてですね、今回の事態でも大きな影響を受ける可能性があるわけです。燃油高騰の問題もあります。で、機敏に情報を出すと同時に、この漁業、水産加工への影響を把握してですね、ぜひ国内的な万全の対策をですね、求めたいと思います。大臣、一言お願いします。はい、金子農林水産大臣。今回の対ロ制裁に伴う漁業者や水産加工業者への影響について、現時点で把握しておりません。仮に我が国の漁業者および水産加工業者への影響が生じる場合には、その状況を丁寧に把握し、しっかりと対応してまいる所存であります。上智子君。よろしくお願いしたいと思います。で、赤潮被害についてお聞きします。昨年9月に北海道道北地域の太平洋岸沿いで赤潮被害が発生しました。
昨年の11月26日に私ども日本共産党の北海道とそれから北海道道議団で金子大臣に要請に参りました。その時快くですね、要請を受けていただいたことに感謝をしたいと思います。さてですね、赤潮被害なんですけれども、被害報告があった直後に釧路市浜中町厚岸町に私行きました。で、昆布はですね、お湯をかけたような緑色に変色をして、乾燥させても黒くならず、まともに売れるかどうかわからないっていうふうに当時言われたんですね。で、北海道を主産地とするエゾバフンウニってあるんですけど、これが8割から9割が閉止していると。で、10月1日が解禁日だったんですけども、普通解禁日と本当にワクワクしながらですね、希望に胸を躍らせるっていう中で被害に遭ったってことで、本当にその落胆は激しくて大きな衝撃が走りました。で、十勝の太平洋岸の沿岸にも行きましたけど、サケの被害が深刻で、で、町長はですね、近年漁業者や漁協というのはサケの不漁に苦しんで耐え忍んできたと。そこに今年は赤潮被害に大雨による流木被害もあり、燃油高騰も重なって二重苦三重苦だと。で、今後も続くようであればもう本当に漁業の経営の崩壊を招く、町づくりの根幹を揺るがすことになるという話をされて、やっぱりこの赤潮被害というのはもう激甚災害なんだというふうに言ってました。で、このやっぱり災害級という認識は、大臣終わりでしょうか。聞きたいと思います。金子農林水産大臣。かつて北海道がこれほどの赤潮でね、被害を被ったということはないわけでございまして、どういう状況の中で原因等をですね、今後追及していかなきゃいけない。北海道庁ともお互いに連携を取りながらですね、いろいろな問題点について調査をしながら対応していきたい、このように考えている次第でございます。上智子君。災害級だというふうに、そういうご認識はというふうに聞いたんですけど。金子農林水産大臣。なかなか発言難しくてですね被害状況について重く受け止めています。上智子君。重大な被害を受けてるっていうふうに受け止めてるということですよね。で、国はですね、2021年の補正予算で、北海道赤潮対策緊急支援事業ということで15億円を計上しました。で、この事業っていうのは漁業者などが行う漁場の再生の活動を支援する環境生態系保全緊急対策事業、これで14億2千万ですね。から赤潮被害の防止軽減を図るための技術開発や調査を行う漁場環境改善対策事業7600万円と、この2本柱からなっているわけですけど、現在この予算を使って対策が進められているんですけども、昨年来ですね、現地に行くと、これなぜこの寒冷な地域である北海道で赤潮被害が発生したんだろうかと、対策はなかったのかっていうふうに聞かれるんですよね。北海道で赤潮被害をもたらしたプランクトンがカレニアセルフォルミスっていうことが分かったわけです。で、このプランクトンは一昨年に2020年9月から10月にカムチャッカ半島の沿岸で赤潮を発生させたプランクトンなわけですね。で、そこで海水モニタリング調査について聞くんですけども、北海道の道東地域の太平洋岸、それから根室の納沙布岬周辺、根室海峡、オホーツク海峡の調査っていうのは、これ水産庁やられたんでしょうか。小谷長官。お答えいたします。一般的には赤潮の発生に関しましては、都道府県が事件の海域の赤潮モニタリング調査を実施しており、水産庁では都道府県による赤潮のモニタリング調査の結果、赤潮が発生した場合には速やかに報告を受け、必要に応じて研究機関も含めた関係者と情報を共有する体制を構築しております。従いまして、水産庁においては直接ですね、赤潮のモニタリング調査というのを実施はしておりません。上智子君。だからね、水産庁やってないんだけど、北海道は沿岸のところはやったようですけども、従来の体制のままだったわけですよね。で、国の水産研究教育機構が2020年の10月16日に北海道の道立総合研究機構に出した情報では、ロシアの赤潮の発生水温は摂氏11度 C と、で 海洋生物への被害が魚類だけではなくて、ウニやヒトデ、カニ、アザラシなど広範囲に及んでいて、赤潮監視の標的種として把握するようにということ、内容を出してるんですよね。なのに観測体制というのは従来通りで、
これ国がリーダーシップをですね発揮した形跡もなかったんです。初動対応が弱かったんじゃないかと思うんですけれども、大臣いかがですか。金子農林水産大臣。2020年の10月の赤潮発生の報道を受けまして、同月14日から16日にかけて、水産研究教育機構から北海道立総合研究機構に対し、カムチャッカ半島沿岸で発生した赤潮の原因と考えられる種のおよび北海道沿岸海域を対象とした観察使用に関する情報提供や注意喚起を行いました。それに対しまして、北海道立総合研究機構からは、注視してモニターするとの返答を受け取ったところであり、水産庁及び水産研究教育機構は、速やかな行動を、速やかな初動を行ったと考えています。上智子君。かみ合わないんだけども、時間なので、とにかく今年のことも心配されているので、今年どうなるか、だからモニタリングと情報発信をしっかりやっていただきたいということを申し上げまして、質問を終わります。